プラレールアドバンスやってみーターミナー。ちょっと長めに行きましたね。皆さんこんにちは、ヒガキンです。はい、今月よりですね、やってみターミナルがですね、非常にパワーアップしてお届けするということでですね、普通に今週末アップデートされますけれども今月からですね、まあ毎週ということではなくですね、あの皆さんにこれぞというですね、これぞお見せしたいというタイミングにですね、ゲリラ的にアップしていこうと思いますね。皆さん楽しみに待っててくださいね。で、今回なんですけれども、あのプラレールアドバンスのですね、エクスクルーシブ新商品情報ということで、今月4月に発売になります2種類の新商品についてご紹介していきますので、こちらをどうぞ。はい、それではですね、今月4月発売の新商品のですね、もうほぼほぼ最終のですね、生産品が上がってまいりましたので、ご覧入れようと思います。あのですね、毎回こうやってベールをね、アンベールしてたんですけれども、今回はもうダイレクトに見ていただこうかなと思いますので、ご覧いただきましょう。それではご覧ください、こちらです。はい、それでは4月発売の2種類のですね、販売直前の生産サンプルをご覧いただこうと思います。向かって右側がですね、 AS の18番の E233系 湘南色ですね。こちらはですね、まあ、以前から発売してました E233系 湘南色を ACS 対応ですね、こちらの方にあの IR の受光部がちゃんといられるような形になっているので、別売りの ACS01 IR コントロールユニットをご購入いただきまして、差し替えることができます。そしたら運転手になることができる車両ですね。車両はですね、3月にダイヤ改正しまして、上野東京ラインが開通しましたね。でこちらの方で結構ちゃんと走っているのを見かけますけども、かなりですね、いろんなところで本当に見かけることが多くなった車両かなと思います。そしてですね、今回新しく色が出てくるものがこちらですね、AS の06番になりますけれども、E3系 新幹線トレイユ、はい、こちら出てきましたね。で、まあ、色合いがですね、非常にやっぱ難しい車両なので、まあ、まだ一部まだ調整中のところはあるんですけれども、すごい綺麗なカラーリングが出てると思います。ファンタグラフ号も鮮やかな赤色ですね。はい、でこちらの方ですね、あのトレイのオリジナルのマークも車両についてますので、こちらも綺麗に見て取ることができると思います。はい、こちらももちろんこれは ACS 対応になってますので、差し替えて自分で運転して遊ぶこともできるようになっております。またこの E3 系新幹線はですね、先頭車に連結機構がついてますので、 E3 系新幹線トレイルの本物はですね、まだ他の車両と連結して走ってないんですけれども、プラレールアドバンスはですね、他の新幹線と連結して走ることもできます。はい、というわけで今回のプラレールアドバンスやってみーターミナルはですね、エクスクルーシブ新商品情報ということで、今月4月発売の2つの新商品の最終生産サンプルをお見せしました。それぞれですね、 ACS 対応になって皆さんも運転車遊び楽しみだと思うんですけれども、4月末発売予定でございますので、皆さん楽しみに待っててくださいね。それではまたお会いしましょう。